この前、なんか目の前でパッとあのまあ電車がなんかで。ああたまたまこうスマホの画面が見えちゃう時あるじゃないですか。うん、目の前にいた人なんで、うん、パッてこう一瞬目に入ったら。うん、なんか歯の画像。がこうバーって並んでるのを見てたんですよ。うん、で、あれってみたらそのやついさんとか。のもあって。ああああもしやじゃん。あ,あ、もう、もう、もうだろって思ってこう見て、まあ、ッとあ,あ、なんだろうなと思って、またパッて見たら、僕の潜在写真にたどり着いてたんで。ああああ そのおそらく僕を見て <laughs> なんだっけあの人歯の歯並びが変なだから芸人スペース歯並びとかの写真がどんどん出てきてたんだそのんか <laughs> まあそれの調べ方が一番簡単にたどり着くけどなそれをやるんですねみんな<ー>おのおののイメージでやっぱ安井さん日村さんあたりやおぎやはぎ矢作さ,さ,さんとかは出てきますもんね最初に。 その次ぐらいにお前つけとるもん、まあ、もんなう歯並びいやでもそのそんな調べ方するんだっていうかあ<ー>まあねなんかもうちょい何ワードか打って絞り込んでけよとかと思うけどな歯の画像から言ってたんだからもう。 でも確実賢いよ、その調べ方は、お前を調べるときにまあ、ねど。どういう調べたかまで見えてないから分かんないですけど、ああ歯ぐちゃぐちゃとか、そんなまあだからスペース芸人とかねああああやってるかもしれないですね、うん、確かに安井さんのやつ、安井さん、まあ最初、歯の時は、歯が違らためたときは別になんか見てるのかなと思ったけど、うん、あれ、安井さんだよなと思った瞬間、<laughs> これは絶対、まあ、安井さん芸人も入ってきますからね、芸人っていうワードも。で、気づいて、あそれは多分もう気づいてくれてるんだろうなっていう、その。ああ まあまあありがたいっちゃありがたいけど、うん、あ,あるあるというかね多分名前が出てこないからちょうどあんだろうなええよなお前はいいよな,あいいいよなあっていうかまあまあ気づかれるもんないやいやまあまあそれありがたいですけど、うん、気づかれたことないもんなまあだからそうだろうなその、うん、僕がやっぱりこんなやつだからでしょうね、うん、こんな し、こんなにちっちゃいと思われてないだろうしねそうらしい絶対それあるよだから違うと思うんじゃないほぼ言われるもんなあれちっちゃいんですねリニアの翔平さんぐらいだと思われてますからね世間的にお笑い好きな人からしてもそういうのもあるしちっちゃいしあいつだろうなっていうあとそのでもこないだも声かけてもらった時にコンビニ出た瞬間声かけられたんですけど普通有名人がいて声かける時って あのーすいませんとか、うん、すいません、あのウエストランドのこう思ってさんですよねとか、うんじ、じゃないですか、うん、たまになんかあるのが、うん、急にこう歩いたら、ウエストランドの井口さんですよねって、第一声で、めちゃくちゃドキッてす,るその上すいませんとかなしに、ノーモーションの、刑事みたいな感じ、めちゃくちゃ怖いんだよ、うん、いすいません、あのとか言う,言うだろ、普通、あれ、なんなんだろうな。 緊張とかでも何かとうのかあ間違えるんだろうなその圧力を多分そう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 ウエストランドのイグちゃんですよね何回かやいってことあってもう街で急にこっからああまあそれも怖いなそうなんかそか刑事が時来た時のやつじゃんやま、うん、しいこともあったしないやそれで別に捕まるとかないわ <laughs>、うん、それで捕まるとかないけど、うん、でもドキッと本当にするいやーそっかそのちょっとあのーとかすいませんとか<ー>ぐらいの感じで 来ては欲しいです。まやっぱ緊張したりしてるんじゃないですか。ありがたいことにね。のこのこの前ここでも言ったからその吉祥寺で声かけてくれた山の人も上さんどうゆうしたんですよねみたいな。ああその何ライブ会場とかで言われるんないけど急にその街で言われたらな,なんかもうっっああ本当にわっ,って僕その時なるおーびっくりしたって言っちゃうんだよねやっぱその。ああ それで<の>来られたらなそうそうあのー、ぐらいの感じで来てくれれば全然ねあ,<ー>あとその写真を見るぐらいならいくらでも声かけてくれればね全然いいんですけどね,ね名乗りますからねこっちはね、うん、ただもう朝倉にいるとか荻窪にいるのはもう無視してほしいというかそのい,いるよと思うけどね、うん、いたとか言う人いるけどる住んでんだからそうそうそう松屋にいたとかが多いからもう嫌なんだよな <laughs> 松屋にいた報告は松屋行くよ、まあ、こないだオーディションで結構なんだっけなあれどこだっけな 銀座か銀座に行った時にああああ一人でオーディションってなってねああで帰りに離れてたから中尾がちょうどあったんですよ銀座にしては珍しくああで中尾で食べてたんですよで<あ>見てる人であの見たらあの「中尾にいた芸人分かったウエストランドの井口さんだ」みたいなもう許してくれよとその牛丼屋シリーズ <laughs> しょっちゅういるからもう牛丼屋にはああしょうがないよなあれだってこの字とかで問い面だから余計分かったりするんだよなあ,あ,あ,あ中尾はね、うん、あとああなんか変な時間に一人でいる 謎の荷物多い男あおおるるだからそれで見るんだね芸人そしたら芸人だったりするあ、らそういうので23人しかいない時間に行ったりするからねそのピークは避けますからね我々はまあ避けるというかあんまそこじゃない時間自由活動ですからこっちはねなんで分かったりするんでしょうけど声優の前にいたとかはもういますからねいるんですもうそれは買い物してるんです朝が駅前にいたっていう時結構あるけど最寄り駅なんです いるっつ<今>っ,ってのに<ん> <laughs> この辺から帰りとかに通ってんだから、うん、いるんでそ,それはおるよまあねでも全然声かけていただく分にはいいですから、ね、いいですよ声かけてくださいう、ね、しいですからねあ,あのーあのー、っていうかすいませんっていう感じでね<ー>来てくださいね平日毎日口を更新していますウエストランド井口の「